現在風はだいぶ弱まったスタートライン上、進入隊形はインコースから1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。スロー算定はまずまず揃ったスタートになりました。さあこうなりますと1番の三角が主導権の1周1マーク、圧倒します。逃げて寄せつけません。まくっていった3番の秋田届かず、内から2番の斉藤、4番の長谷川、最内、ここは2番タラスになります。スタートは前提正常でした。1番内、4番の長谷川が伸びてきましたが、この後ろに対して6番の山本がやってきた。さあ6番の山本、外を回ってかばすのは4番長谷川、やや大回りになりました。内から2番の斉藤が指して、ここに2番タラスには3人から一定心、2番の斉藤がリードを取ります。6番の山本が3番手です。その後ろ、内から4番の長谷川、2周1マークです。2番手、2番の斉藤を追って外から攻める6番の山本、内をついた4番の長谷川、届きません。2番手はバックストレッチ、2番の斉藤が2点進リードを取ります。そして6番の山本、内から4番の長谷川、ここは3番手並びかけます。後ろ2人は完全に差が開きました。2周2マーク、2番手内から競りかける4番長谷川ですが、振り切った2番の斉藤、2番の斉藤は2番手、そして6番の山本は3番手、内をつきますが4番の長谷川、現在は4番手、3番手とは2点審査。これから最終周回です。1人独走、1番三角先頭、最後のバックテレッチへ、2番手2番の斉藤を追って3番手、内をついた4番長谷川、届きません。6番の山本が3番手、バックテレッチでは2点審リードを取ります。ちょっと左に乗るような感じになりました4番の長谷川、それでももう1回3番手追いまして、これから最終ターンマーク、懐は入れません。3番手6番の山本が回る、内をついて4番の長谷川、どうか、だいぶ差は詰まりました。3番手らしいです。先頭は1番三角合輪、2番斉藤合輪、6番4番の順で合輪、5番大場合輪、3番秋田合輪。5秒を切って3秒前2秒10レース準々決勝戦スタートしていきました。別府聖子です。中原が2番手、3番池田がスタート狙っていました。ここは3番手、そして5番の井村がスタート遅れました。6番の浜野、7番の松尾弘文が前に行きます。ゼロから逃げる別府、そして逆転を狙う中原、3番池田が追走、4番三村のインコース、6番の浜野が上がってきていますが入れません。7番の松尾ですが6番手、5番井村が最後方、ここは7番手離されています。2番の別府聖子は逃げています。2周の3コーナー、1番の中原、マックル3番の池田、インコース、車を内に向けました。この印差しは入ってこれるか、1コーナー飛び込んでくる2番の別府、そして3番の池田が入ってきた、1番中原が流れる、4番の三村、ここ上がってくる、4番の三村にチャンス到来、インコースすっと上がってきました。2番手浮上です。2番別府聖子のレース、4番三村、そして3番の池田を最悪、6番の浜野、その後ろ1番の中原、どうした7番の松尾弘文ですが、ここは6番浜野と4、5番手で争う形になりました。
先頭2番手変わります。4番の三村が先頭流れてしまった。2番の別府が2番手守る。3番で池田、その後ろ6番浜野、7番松尾博文、残りは2周を切っていきます。松尾博文黄色信号です。4番の三村が抜け出した。2番の別府聖子、3番の池田康則、6番の浜野、まだまだ松尾博文はまだまだ5番手の1位。さあインコース、浜野が上がっていきたいところ上がれない。青旗回って最終周回です。三村がトップで最後のバックストレッチ、そして2番手は2番の別府粘る、3番の池田と2番手争い、そしてここは4番手争いになった最終班の2人です。最後の直線に入っていく松尾博文は5番手だ。勝ったのは三村洋次。3秒切りまして2秒11レース準々決勝戦スタートしていきました。2番の浦部、3番の岡本、負けたりでスタートを切っていきます。6番の永田がスタート先制、4番の福永ですがここは7番手発進、前が早くも変わっていく。2番の浦部が1番の松本に襲いかかる、まくろうとしています。このまくりが決まっていくのか、決まったのか、戻ってくる。レーサー2周目、1コーナー、さあ1番の松本伸び返すも、2番の浦部が先頭、3番の岡本博之、そして浦田はすぐ後ろにいます。早くも3番手からすっと内に車を向けました。先頭2番の浦部、3番の岡本博之、7番の浦田が速攻展開、6番の永田がその後ろになりました。浦田2番手浮上です。2番浦部が先頭も、7番の浦田が車を今度は内に向けます。しっかりと3コーナー飛び込んできた7番の浦田がトップを奪いました。人気の浦田が抜け出して、注目は2番手争い、10戦の両者、2番手浦部、3番の岡本、そのインコース6番の永田が狙いたいところですが入れません。流れたのは2番浦部、レースを作りかけたがここは4番手に下がってしまった。3番岡本が2番手浮上、6番の永田が3番手に上がっています。2番浦部が下がりました。5番瞳がインコース切り返してくるところ、レースは残り2周を切っていく。浦田鮮やかに速攻決めました。頭で立って最後はちぎるだけ。2番手3番の岡本粘っている。6番の永田が少々滑っています。5番瞳の逆転が見えてくるのか。6番永田対5番瞳の3番手争いとなっていきます。青旗回って最終周回、先頭7番の浦田抜け出しました。2番手3番の岡本体勢立て直した。6番の永田が3番手から2番手上がっていきたいところですがインコース車は向きません。5番瞳は4番手まで最終コーナーに差し掛かった。7番の浦田鮮やか連勝ゴール、ダントツ1番人気に応えて2番手を接戦。3秒前2秒12レース準々決勝戦スタートしていきました。1番の木戸か2番の藤本、1コーナーは木戸が先制、藤本が2番手になりました。単独10戦、3番の吉松がこの位置、4番の林です。さらには6番の重飛、5番の前田遅れた、7番の佐々木が6番手発進、前田7番手になりました。4コーナー立ち上がっています。レースは2周目に入っていく。2番藤本リンコース、3番吉松健二が2番手に上がってきています。1番木戸、そして吉松がぐーんと伸びてくる。2番藤本が3番手に下がりました。インコース2周の3コーナーでは4番の林の懐、6番の重富が狙う、さらには7番の佐々木圭も上がってくるところ、レースは3周目に入っていきます。逃げる軌道を捉えました。3周の1コーナー、3番吉松健二、真っ赤に燃える3号車、吉松健二が先頭、1番の軌道食らいつく、
この展開で2番手守れるか、そして3番手争い、2番の藤本まだまだ粘って、6番の重富、7番の佐々木がやり合って、3番手浮上インコース、1コーナーで佐々木が上がってきています。重富大輔レースを作りかけたんですが、ここは5番手、その後ろ4番の林、最後方まだまだ前田の展開です。3番吉松健二が抜け出しました。1番の木戸、7番の佐々木圭、3番手、4コーナー立ち上がってレースは残り2周を切っていく。佐々木圭届くんでしょうか。吉松健二かっ飛ばしていく。1番の木戸食らいついています。今日も昨日の頑張りが目立っている。そして佐々木が3コーナー飛び込んできました。2番手浮上、1番の木戸は3番手、その後ろ6番手重富4番手です。4コーナー立ち上がって青旗回って最終周回、逃げる吉松健二、捉えるか佐々木圭、最後のバックストレッチ、吉松健二、佐々木圭がインコース、これは入ってくる。佐々木圭が飛び込んできた。吉松レースを作ったが2番手、1番の木戸も健闘して3番手、その後ろが重富大輔です。外伸び返してくるも佐々木圭わずかにトップゴール。